なるみもな。お姉ちゃんのこと嫌いだったんだ。でもその気持ちの裏側にはお姉ちゃんへの尊敬とか羨ましさが隠れてた。なるみさん、お久しぶりです。今度ドラマ出るんですよね。緊張するよ。でも楽しみ。ファンサしちゃうと